や、うん、今日の基本に立ち返って、ドローン戦術で。何も考えない。ひたすら倒す。行くぞ。で、掴んでくるやつ。この2体。で、向こう行き過ぎると出しちゃうけ。あと、こっちに呼ぶ。呼びながら。すごい速さで飛んできたな、こいつ。9分じゃろ。1分でここまで来た。で、8分30秒になった時点でもう諦める。いいよ、もう攻撃はもう食らおう。で、棚の上にも登らん。で、57発あるけ、3体は道連れにできるな。いや、いいんじゃない、これ、今回。バリアが間断なくいけとる。弾。戦術で呼びたいよね。この3体まとめていきたいな。爆発していい。全員分食らったら死ぬかな。逃げる。オッケー。1体走り出す。で、これ避けるじゃろ。これ逆にこいつはね、飛び込む勇気なんだよ。で、次のドローン出しつつ、で、ここの真ん中を少し減らしたら、あれするわ。右奥行く。右奥。今見とる右奥。弾補充は、この後だな。こいつに、イノシシつけたら、大丈夫。6分じゃろ？で、多分そろそろ掴むやつが来るんだよ。6分30秒。で、今11体。いや、ペースは悪くない。で、60発。このね、いろんな作業をね、一度にする。ドローン出して、戦術出して、銃撃って、あ、ミスった。あ、ミスった。5分57。5分半あればタイム的にいける。確かに16じゃろ。こいつのつかみはここでは食らいたくない。17。
でもここしまう。これをはまる、はまる位置。上から降りてきたやつがすごい危険だな。あれ弾切れか、見てなかった。たださっきまで5分とかだったけ、あの OK 危な、ドローンしまうの忘れとった、うん、ここははまる位置だい。ここの階段のハメは分かったわ。やっぱりね、なんかこいつ悪さしそうな気したんだよな。しかもこれでドローン出すとあそこのハメが外れる危険があるけ、111発。4分だろう。さっきよりでもタイムはちょっと縮まったね。で補充してから行こう。いや、ここもいい、かっこ悪くても受けながらで、間断なくバリアを出す。で、こっちに引きながら、いいよいいよ、もう受ける、受ける覚悟はできた。12、13、ここは行かない。どうじゃろう、で今までの経験上ドローンにタゲが入るとだいたいいい感じ。2分37、ここ弾補充するよ。やっぱ覚悟なんだよ、受ける。2分13、ここなんとかスムーズにいきたい。いや、ここも行こう。でデブは自爆させてもう受ける。あの倒し攻撃がないけこいつら。あったわ、爆発しよう、早く。 OK、 よし。で弾を一応補充しとこう。こうでこうこうで引き寄せる、引き寄せたらこう、2枚目の窓で左見る、でこっち来そうになったら右向か、ドローンをしまう。回復はもう自分でやろう。58秒、あと12体。5体、6、7、
これ来るぞ。ちょっと待って、落ち着け。8、あと1体残る。10、9、8、7、もう一個バリア。あ、嘘じゃん、バカ野郎。今降りん方が良かった。あと3回、降りん方が良かったんだ。降りん方が良かったよね。いやもう降り。もう一回休もう。いやもうでも分かった、容量は分かった。いやーミスった。あれいけたかな、そのままで打っとって。しくったー。